村上大介は、神奈川県出身、アメリカ、日本の元フィギュアスケート選手。横浜インターナショナルスクール、ESL セントメリーズインターナショナルスクールを経て、9歳の、時両親と共に、アメリカ合衆国へ渡り、スケートを始めた。2009から2010年シーズンまでの、コーチニコライ・モロゾフにも指導を受けている。2004年全米選手権。 ノービスクラスで2位に入り、翌2004から2005年シーズンから、アメリカ代表として、ISU ジュニアグランプリに参戦。2006年の全米選手権では、ジュニアクラスで4位となり、世界ジュニア選手権代表に選出、世界ジュニア選手権では11位となる。なおこの時には、日本代表で大会に優勝した、小塚隆彦のインタビューで通訳を買って出ている。 2007から2008シーズンに所属を日本に移す。全日本フィギュアスケートジュニア選手権で5位となり、翌2008から2009シーズンは、日本代表としても ISU ジュニアグランプリに参戦。初出場となった全日本選手権で5位となり、新人賞を受賞する。2009から2010シーズンは開催国選出で NHK 杯に出場した。 2012年の NHK 杯は SP の前日の公式練習で右肩を脱臼したが出場。しかしジャンプの転倒で再び脱臼を起こし演技中に途中棄権をした。続く全日本選手権は手術の影響で欠場を発表した。2014から2015シーズン NHK 杯では SP で自己ベストを10点近く更新して3位に立つと。 翌日の FS では2本の4回転を決めるなどし166.39点と自己ベストを大幅に更新。トータルでも246.07点と自己ベストを40点以上更新し、羽生譲るや村高人らを抑えてグランプリシリーズ初優勝を果たした。全日本選手権は FS でミスが重なり総合7位となるも、 4大陸選手権の代表に選出。そこでは NHK 杯で更新した自己ベストをさらに更新し日本人選手最高位の4位だった。2015から2016シーズングランプリシリーズでは2000連続で銅メダルを獲得。初出場となったグランプリファイナルでは6位。全日本選手権では7位となる。2016から2017シーズン スケートアメリカ、カップオブチャイナは、右足校の負傷で直前に欠場を発表した。2018年6月14日、自身の YouTube チャンネルにて、競技からの引退を発表した。同年10月、オレゴン州、シャーウッドのシャーウッドアイスアリーナの、コーチングスタッフに就任した。2種類の4回転ジャンプを飛ぶことのできる選手である。 2014から2015シーズン、4回転サルコー、ISU 公認大会である、NHK 杯で SP で1度、FS で2度、1試合中に、SP、FS 合計で3度公式に認定された。これは、日本人選手としては初である。ありがとうございます。